新潟を代表する洋梨ルレクチェが今日初出荷を迎えました。今年は天候にも恵まれ品質が良いということです。濃厚な甘さと芳醇な香りが特徴のルレクチェ、今朝加茂市の出荷場に次々と運び込まれていました。今年は厳しい暑さもありましたが、適度に雨にも恵まれ、去年よりも糖度が高くジューシーに仕上がったということです。それではいただきます。とても舌触りが滑らかで、噛んでいくと甘い香りがふわっと鼻から抜けていきます。今日はおよそ7300箱が出荷され、今月下旬から来月上旬にかけて出荷のピークを迎えるということです。美味しい果実を作ろうと思って日々頑張ってきました。ギフトとか贈答用はもちろんなんですけれども、ご家族で楽しんで美味しく召し上がっていただけたら嬉しいと思います。ルレクチェは明日から県内のスーパーなどに並びます。